どうもミルキー茂です、よろしくお願いしますということでねございまするんですけれどもね、まあ僕アルバイトをですね100種類以上やってきてるんですけれども、そのうちでですねレストランのねお皿洗い、レストランのホールのバイトをやったことがあるんですけれども、その時にですね結構僕続いてて、結構何ヶ月か続いててね、結構人に仕事を教えるぐらいまでなってたんですけれどもね、そこでですね新人のねアルバイト2人来ましてですね、大学生のカップル、男とね女の人、そうカップルでね来たんですよ。でバイトカップルで来る、まあ今は珍しくないんかな、昔とかよくねそういうの落とされてたんですけど、今はもう結構ね緩いんかな、まあカップルで来てね、ほんですごいもう仲いい感じでお似合いのカップルなんですよ。で結構キャッ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 っていうか、結構ねなんかちょくちょくこう喋りながらやっててね、あーいいねと思って、あーいいねはこうカップルでね働いてみたいな感じでねおるんですけどね、彼氏がですねもう過保護なんですよ、彼女に対してね。すっごい過保護で、なんか洗い物あのお皿をね彼女がその洗ってたら、あの僕がこう教えてって言われたから、あこうやって洗うんですよ、でこれとこれこうで、こ洗剤はこれ使ってみたいな言ってたらね、その彼氏がブームと言ってね、あの彼女にこんな汚い仕事させないでくださいとか言って、いやどういうことやねん、いやバイトバイトみたいな、仕事みたいな、失礼やなみたいな、でいやでもこれ店長にこれ洗い物教えてって言われたからとかね、じゃあ店長の方に僕から言っときますみたいな、いや怒られんぞみたいなねとかあったりとかね。でホールやってる時とかね、ホールやってなんかお客さんが食べたものを下げる時とかもね、その女の子がね、あのお客さんの食べ終わったお皿運んでたらね、ちょっとみたいな感じでね、僕が運ぶよとか言って、え、なんでみたいなね、こんな見知らぬ男が食べ残したものを運ばすなんてできないよとかで、いや仕事仕事、そういう仕事やからって言って、ありがとうとか、いやありがとうちゃうねあんたもみたいなね、すごい過保護がね、いましたね。注文とかもね、あの男の人にお客さんに注文取りに行ったらね、どういうつもりであの男の人に喋りに行ったの、いやさお客さん注文取りに行っただけやから、どういうつもり、あんたがどういうつもりやねんみたいなね、ありましたね。なんかすごい過保護でね、女の人は結構普通のなんかね、能天気な感じで、はーいみたいな、よなんかあーみたいな感じでしたけどね、大丈夫あの彼氏みたいな言ってね、なんかあとなんかその彼女にね、男の人がごめんとかね、女の人と喋ってしまったみたいなね、女性客に注文取りに行った後にね、女の人と喋ってしまったみたいな、え、あいいよみたいなね、いやそれ喋るやろ、それ注文取んねえから喋るって何の、喋ったうちに何のかしとるっていうね、そういう過保護のね、カップルがいました。すぐさまねあのお辞めになられてましたけどね、もっとなんかカップルでできるなんかねあるんでしょうね、絶対ホールとか接客は向いてないですね。っていうかもうその彼氏の性格をなんとか変えないとダメなんじゃないかなというね、そういう面白いカップルが、いました。はい、ということでどうもありがとうございました。